ははいこんにちは今日もいいいいてていただいてありがとうございます田田翼ですで今日は何の話かなんですけれども、えっと、新しい仕事をする始めるあるいは見つける時の判断基準についてお話をしていきますそれではよろしくお願いします皆さんは仕事をしていらっしゃる場合ですが仕事でこう新しい仕事を見つけるだとかこれをやってみたいなと思う時のこう判断基準 物差しししといいいううのは持っていらってらゃいますでしょうか私は現在フリーランスで、えーっとまあ、個人で働いています会社を辞めたのは去年なので今でちょうど1年と数か月になるんですがこう新しい事業というか仕事ですねをする時の判断基準で自分には何があるかなというのを掘り下げてみたので今日はその話をしていきたいと思います大きくは3つ あるんですねでその3つはどういう3つかというと 5W1H で、えっと、分けているといいなと思っていて、えー、順番に言うと、えー、WhatHow そして Foo この3つで、えっとまあ、それぞれいくつかさらに判断基準があるんですけれども、えっと、その仕事をまあやるかどうか受けるかどうかというのを考えています。 じゃあ順番に w a t から、えー、ご説明をしていきます。はい、えっと、仕事をやるときのあ、始めるとき、見つけるときの判断基準の一つ目の大きなパートは w a t ですね。まあ、具体的に何をやるかですね。で、えっと、何をやるかの判断基準それぞれ、えー、あるんですが、一つ目はこう自分がやることによって、本当に相手に提供価値を出せそうなのかというのをまずは見ます。 でえっと、そしてこうやる内容に関してですが、うん、となるべくその労働集約型ではないもの、うん、平たく言うとこう最初は大変かもしれないんだけれどもやっていくうちに、まあ、どんどんこう知見がたまっていくとか、えっと、ノウハウがたまっていくことによって後からこうレバレッジが効くものというのを考えています。うん、例えば あのこの会社で、えっと、ある、うん、事業計画を立ててほしいと、えー、来年度例えば43月期の会社で、えっと、3月までに、うん、事業計画を立てて、えっと、実行する体制まで、まあ、含めてコンサルティングをしてほしいというような依頼があったとしますで、えっと、そこから思うのは、うん、とこの仕事をやるとその会社への 価値提供はもちろんそうなんですけれどもそれによってまあ自分のこうスキルというかあの視,野が視野が広がるもの事業全体を見渡せるようになったりだとかあとは事業計画を作るとっていく上で、まあ、経営目線をよりこう鍛えられることができるかといったようなこう後から知見になっていくようなものになるかっていうのが判断基準になりますはい、えー、2つ目の判断基準のは、えー、How ですね でえっと、ワットに対してこう具体的に何をやるかなんですが、えっと、一つはこう自分の強みを生かせるかどうかですね。でえっと、自分の強みというのはということはあらかじめこう言語化して、えっと、棚下ろししておく必要はもちろんあるんですけれども、まあ、どうやるかという時にこう自分の強みだったりだとか、まあ、それはスキルだったりこううん人脈とかも含めてなんですが生かせるかどうか。で一方で、えっと、過去にやった同じような ことだけではなくて、まあ自分にとって、こうチャレンジの領域がどれだけあるかですね。まあ程よくチャレンジがあるし、かつ、えっと、強みを生かせるという,ような、まあ、この二つのバランスを見ています。で、三つ目の風は、と誰と一緒にやるかですね。まあ、これは端的に、えっと、まあ、仕事をす、していく人との相性。とか、えっと、強みを生かし合えるかどうかなんですけれども。あの、まあ、直感的にも、あ、この人と一緒に働きたいなと思える人。 あの尊敬ができる部分であったりだとか、まあ、自分よりこうなんだろうな自分にはこう到底かなわないなと思っている何かも思っている人、まあ、そういう人からは学びたいと思いますし一緒にやってよりえこうした、まあ、誰と一緒にやるかも含めて、えっと、判断ができると、えっと、やる前からもあの判断基準になるなと思っています。 でもちろんここまでの What、えっと How と,ハウとフーはえ o、っ、は、と、事前にあらかじめこう見ておくんですがあの特に新しい仕事新しい領域でかつやり方もまだ未知の領域があって、えー、新しい人と一緒にやる場合というのは、うんとまあ、やってみないとわからないというのは多分にあるんですよね。 なのであらかじめこう何をやるかとどうやってやるか誰と一緒にやってこの人とは一緒にやれそうというようなものは全てある意味仮説なのであの始めてみてその仮説が正しいかどうかというのを検証をしながらもうーんとその仕事を始めていくというあの考え方でやっていますでもしこう事前の仮説と違えばつまりえっと思っていたものと違っただとか うん、これでは自分の価値が出せなさそうだとか、うん、この人とあの最初はいいと思ったんだけれどもちょっと違うなみたいなときにはあの早めにこう、まあ、お断りすることもありますし、うん、と話し合いをしてどう方向性を変えていくかということもあの視野に入れるので、えー、視野に入れながらやるようにしていますはい、えー、今回は以上になります、えー、いかがだったでしょうか 今日お話しした内容は、まあ、新しく、まあ、フリーランスとしてなんですがもちろんあの会社員の方でも参考になるかと思って話をしてみました今日のテーマというのはあの新しく仕事を始める時のやるかどうかの判断基準ですね、まあ、特にこう自分に裁量権がある仕事において、まあ、どういう物差しを持って判断するか最後にまとめておくと、えー、1つ目はワットですね、まあ、何をやるか2つ目がえどうやってやるか、まあ、強みを生かせる 3つ目は「風」ですね、まあ。一緒に働きたいと思える人。具体的には、えー、と自分が持っていない強みであったりだとか相手からこ学びたい、あとは尊敬できるような人、まあ。こういう人と一緒にやれるかどうかというのを判断基準にしています。はいえー、今回もそろそろ、えー、クロージングですね。えー、っと今日もあの最後まで貴重なお時間を使って、えー、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。 これからも、このチャンネル、えっ、ー、と、場では、こうしたキャリアの話だったりだとか、あとは専門スキルの話、ビジネスに何か少しでもお役に立てるような内容を毎日配信していきたいと思っています。よければぜひ、また明日以降も聞いていただけると嬉しいです。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。